ピアノアップライトピアノ典型的な現代アップライトピアノの外観フレデリック・ショパンがかつて演奏したエラール製アップライトピアノクリスチャン・ファインリヒ・シュローダーによる1857年頃のアップライトピアノハンブルク美術工芸博物館所蔵アップライトピアノはピアノの形態の一種でフレームや弦響き板を円直方向に配置した打弦鍵盤楽器の一種である グランドピアノと多くの共通要素を有する。アップライトピアノはフレームや弦、響き板を遠直方向に配し、上下に伸びるように作られている。グランドピアノよりも場所を取らないため、グランドピアノを設置する場所の取れない家庭や、学校の教室、小規模の演奏会場などに広く設置されている。ドイツ語を含む多くの言語ではイタリア語で小さなピアノを意味するピアニノと呼ばれる。 英語ではアップライトピアノまたはバーチカルピアノフランス語ではピアノドロワまたはピアノバーチカルと呼ばれるビルヘルム・オルブリヒによるアップライトピアノの内部構造延直方向に伸びた弦の基本的な構造原理は16世紀にはクラビチテリウムとガイゲンベルクにすでに適用されていた1811年からロバート・ワーナムがコテジピアノを生産し これは1826年までにピッコロピアノへと発展した。今日のアップライトピアノの別の先駆者が1815年にイグナツプライエルによってパリで考案され、1840年頃に発表された。これはより壮大なリラフ・リューゲルを単純にしたものであった。グランドピアノやスクエアピアノと比べて小さな設置面積しか必要としないため、アップライトピアノは 家庭で使用されるピアノとしてはこれらをほぼ完全に置き換えてしまった。アップライトピアノの設計は、欧州ではすでに1850年頃、米国では1900年頃にスクエアピアノにとって変わった。ロバート・アーナムによるミュート機構、1842年。アップライトピアノの場合、響き板、中鉄フレーム、弦、及び、 ハンマー機構は床に対して垂直に配置されているため壁を背にして設置でき空間を節約することができる。より古いアップライトピアノは部分的にいわゆるアッパーダンパー機構を有している。今日のアップライトピアノではダンパーは通常ハンマーより下で弦と同じ側にある。アップライトピアノは大抵7オクターブの音域を有する。しかしながらより低い音域を持つ設計も存在する。 ヨットピアノと呼ばれる特殊なアップライトピアノもある。これは非常にコンパクトで多くの場合は音域が6オクターブしかなく稀に格納式の鍵盤を持つ。高さが1メートル未満のこういった楽器は名前がほのめかすように鍵盤の下部に気候を有する。主な欠点は従来型デザインのアップライトピアノに比べて気候の除去や入れ替えに長い時間がかかるため、 メンテナンスに多大な時間を必要とする点である。アウグスト・フェルスターのアップライトピアノ典型的なアップライトピアノのサイズ以下の通りである。ある著者らは高さと高さに対応するために必要なアクションの修正に応じて現代ピアノを分類する。スタジオピアノよりも高いモデルがアップライトと呼ばれる。スタジオ、コンソールおよびスピネットピアノはアップライトと区別してバーティーカル。 ピアノと呼ばれることもある。イングランド式ダンパー機構の図解ダンパー、機構イングランド式と呼ばれる、消音機構が現在製造されている楽器で、用いられている機構である。イングランド式機構の図解積層ピン板、チューニングピンアグラフアクションボルトゲン、ダンパーヘッドダンパーレバーハンマーバットセンターレール、ダンパーペダルレバーダンパースプーン鍵、キャプスタンスクリュー一辺ジャックとレギュレチングボタン、 ジャックバックチェックキャッチャーハンマーレールハンマー。作動原理ハンマー機構のテコは鍵を押すことによって作動する。この動きがパイロットに伝わる。次にウィペンに連結されたジャックがハンマーバットを弦の方向へ反らす。ウィペンが動いている間にダンパーはダンパーレバーと接触しており、その後に消音ブロックが弦から離れる。ウィペンのさらなる動きによってジャック等と レギュレチングボタンとの接触が起こり、ジャックはハンマーバットの下側から出ていく。次にハンマーが弦を打ち、ハンマーバットは元に戻る動きに入る。戻る動きの途中で、ハンマーバットのキャッチャーがウィペンのバックチェックによって捕まる。ウィペンが下がり始めるとすぐに、ジャックはハンマーバットの下に戻り、ダンパーヘッドが弦を押さえて、消音機構は次のサイクルへの準備が整う。 アッパーダンパー機構の図解アッパーダンパー機構ウィーン式と呼ばれるアッパーダンパー機構はすでに歴史的な構造である19世紀と20世紀の変わり目に出てきたウィーン式機構の図解積層ピン板チューニングピンアグラフダンパーヘッドンハンマーバットセンターレール一辺鍵キャプスタンスクリューダンパーブッシャーバレルジャック等レギュレチングボタンジャックバックチェックキャッチャーハンマーレールハンマーダンパー プッシャー、ロットダンパーレバー構造両部材、作動原理ハンマー機構のテコは鍵を押すことで作動し、この動きがパイロットに伝わる。次に、ウィペンに連結されたジャックがハンマーバットを弦に向かって傾ける。ウィペンが動いている間、ダンパープッシャーバレルに支えられている時に、ダンパーレバーの前方部が動き、ダンパーヘッドが弦から離れる。ウィペンのさらなる動きによって、 ジャック等とレギュレチングボタンとの接触が起こり、ジャックはハンマーバットの下側から出ていく。次にハンマーが弦を打ち、ハンマーバットは元に戻る動きに入る。ハンマーが戻る動きの途中で、ハンマーバットのキャッチャーがウィペンのバックチェックによって捕まる。ウィペンが下がり始めるとすぐに、ジャックはハンマーバットの下に戻り、ダンパーヘッドが弦を押さえて、 消音機構は次にサイクルへの準備が整う。ウィペンの前方が下がると、ダンパーレバーの前方部が下がり、ダンパーヘッドが弦の方へ動く。ダンパーヘッドは、ダンパーレバーの重さにより、弦に押し付けられ、それによって弦の振動を抑える。グランドピアノでは、ハンマーが反動と重力によって、自然な動きで下に落ちるのに対し、アップライトで一般的な前後に動くハンマーでは、 反動の良いピアノアクションを製造することは難しい。これはハンマーの戻りをバネに依存せざるを得ず、経年劣化するためである。またレペティションレバーというジャックをハンマーの下に引き戻す機構がほとんどのアップライトピアノには備わっていないため、連打性能に関しては決定的に劣る。グランドピアノは1秒間に13から14回の連打が可能であるが、 アップライトピアノは通常その半分程度である。グランドピアノと同様のダブルエスケープメント機構を備えたアップライトピアノはこれまで製造されているが製造コストが高く出来上がった製品もうまく機能しなかったため普及していない。アップライトピアノの連打性能を上げることは顧客に対する訴求力となるため各製造業者は様々な工夫、改良を行ってきた。 シュタイングレーバーは以前ダブルエスケープメント機構を備えた高さ140センチメートルのアップライトピアノを製造していた。現在はジャックスプリングの代わりに磁石を利用したスタイングレイヤーバーフェッド・マグネットアクションを搭載したモデルを販売している。ザイラーも磁石を利用したスーパーマグネットレパティシャンシステムを開発し一部モデルでオプションとして提供している。 ザウターは R2 と呼ばれる板ネを追加した R2 アクションの特許を取得している。ヤマハは従来型のバットスプリングの代わりに板ネを使用したクイックリターンアクションを搭載したモデルを1978年から1982年に販売したがノイズが生じる問題があった。米国ワシントン州スタンウッドのピアノ企業ファンドリックサンズはアップライト用の ファンドリックバーチカルアクションを開発し、これをチェコ製や中国製ピアノに搭載して販売している。フジーピアノサービスは、ハンマーとジャックの戻りを促進するために、従来のアクションにスプリングを追加し、バット形状の加工を行う、グランフィール技術を開発した。東洋ピアノ製造の SSS シリーズは、弱音ペダルがハンマーを弦に近づけるのではなく、 ハンマーを横にシフトさせるため、ブライドルテープの緩みをなくした調整が可能で、これにより連打性能を上げている。いずれもバネや磁石を追加することに起因する長所と短所があるとされる。一般にピアノは2本または3本のペダルを備える。一番右のペダルが超音ペダルである。一番左のペダルはソフトペダルである。アップライトピアノでは、 ハンマーの待機位置が弦に近づくことで打弦速度が下がり音量が小さくなる。アップライトピアノの中央のペダルはマフラーペダルとも呼ばれ夜間練習などのために弦とハンマーの間にフェルトを挟んで音を弱くする。踏み込んだペダルを左右いずれかにずらすことでロックされ踏みっぱなしにしておくことができる。元々のこのペダル効果はハンマークラビーヤなどで ハンマーと弦の間に薄い革や、洋皮紙などを挟み、音色の変化を楽しんだことによる。クローンビ1995、S105 ハットクローンビ1995、S49VGL、ヘルベルトユーンガンズ、ハンスカートヘルツオーク、デアピアノ、ウンとフラナルブを、バーラグ E、ボキンスキー、ダスブージーキンストローメント、1984、ブルーブックオブピアノス。 types and sizes of grand pianos.2018 年9月13日閲覧。スティーブン・アール・スナイダー、ザ・ピアノ・オーナー、S ・ホーム・コンパニオン、A ・レファレンス・ガイド、サンストーン・プレス、ISBN 9長7808億6534万5140イングランド式アクションの図解のジャック等の下のコイル、バネ。ピアノ・マイアファクッテリー・スタイングレイ・アバー スナ、スタイングレイヤーはフェット、マグネットアクション。2018年5月8日閲覧。サイラー・ピーパーの40ファブリック・ GMBH。テクニカル・ペルフェクション・アーズ・エーベーシス・オブ・サウンド。2018年5月9日閲覧。R2 アクションの説明。ザウター・ジャパン公式サイト。2018年5月8日閲覧。イングランド式アクションの図解のハンマーバットの 左側の半円故障の部品。ヤマハ、取り付け可能品番リスト。2018年5月8日閲覧。クラビアハウス、アクションの修理。2018年5月8日閲覧。ファンドリックサンズ、ファンドリックバーチカルアクションセレブレイツイッツ25スイヤー。2018年5月9日閲覧。フジーピアノサービス。グランフィールピアノ。 2018年5月8日閲覧。東洋ピアノ製造。SSS の秘密。2018年5月8日閲覧。イングランド式アクションの図解のキャッチャーから右下に伸びる線で表されている。東洋ピアノ製造。博士ののんびり教室。ピアノの仕組み編。ちょっとコーヒーブレイク。2018年5月8日閲覧したがって、 通常のアップライトピアノも左ペダルの機能を犠牲にすれば連打性能を可能な限り上げる調整は可能である。ありがとうございます。